武ネ王は、九だらの第二十五代の王。三国式九だら本義、武ネ王記によれば、先代の無代王の第二子であり、忌名を、島、文中では、高氏とする。領書では、与高氏、日本書紀、有力天皇儀五年上では、カ里リ君の子、直島君とする。また、武烈天皇儀四年上では、九だら神仙の引用として、忌名は、島王という。これは、 昆虫王の子である。すなわち末、他王のイボ兄であるとしながらも、今考えるに、島王は外老王の子である。松田王は昆虫王の子である。これをイボ兄というのは、まだ詳しくわからないとしている。三国維持王歴では、三国式と同じく、意味直お島とする。旧都半寸をコークリに奪われ混乱した。くだの安定を回復した王とされる。 ブネー王の少年は、ブネー王両氏から462年と判明しており、この年は、有略天皇6年、外老王8年である。東上王が501年12月に暗殺された後、首都有心で即位した。暗殺者の英氏、左平の家は、下林城によって抵抗したが、すぐに鎮圧された。ブネー王はしばしば、観光流域に対する抗繰り。 末活の侵入を撃退し、512年には高栗に壊滅的打撃を与えている。521年には中国南朝の張りに入庁して、九田良はかつて高栗に破られ何年も衰弱していたが、高栗を破って強国となったので長考できるようになった。と、上表した。これにより張りからは、元の都九クダ諸軍事、ネイアズマ大将軍、ク田王から指示説。 ひととくダラ諸軍事、ネイアズマ大将軍、クダラ王に釈後を勧められた。523年5月に死去し、ブネー王と送りなされた。ブネー王の出生の話として、有楽天皇期五年上に、クダラのカゾリ君が弟の昆虫王和国に見継ぎる際、自身のすでに妊娠した夫を与えて、途中で子が生まれれば送り返せと命じた。一行が、畜死の、 かくら島まで来たところ、一時が生まれたので、島君と名付けて、九ダラに送り返した。これが、ブネー王であるとしている。また、即位については、ブレツ天皇期四年世歳以上には、九ダラの末、他王が暴虐であったので、九ダラの国人は王を殺し、島王を立てて、ブネー王としたとしている。京大天皇六年に、美魔なのを起こしたり、あろしたり、室の件。 7年におのれ、大佐の地をそれぞれ、和国からくだらに譲渡した。これに応えてくだらは516年に、日本に送っていた、博士神を汝に変えて、五郷博士官、高安茂玄を蜜にのぼした。523年の武年王没後、くだら王を継承したのは西王であるが、日本初期は513年に、くだら大使厚下が和国で死去したと伝える。 ブネー王の本来の大使は、厚下であるが、和国で死去したために、与明が変わって、大使となったという解釈も可能である。この厚下大使がいつ、和国に来たのか記載はないが、ブネー王は41歳に至るまで和国で生活していたとして、厚下は、和国で生まれ、そのまま和国に泊まっていたと主張する説がある。官武天皇の聖母である、高野新ヶは。 ブネー王を演奏とするトライ人系の数氏の出身という記述が俗に本気にあるものの、ブネー王の没年、523年及び淳太子の没年と、高野新潟の推定青年には約200年の開きがあり、実際にブネー王の子孫であったかどうかは、朝鮮側の資料から見ても不明瞭であるため、疑問視する学説もある。新潟は皇后ではなかったが、 勘武天皇の聖母として、皇太友人とされ、死後に皇太后と追贈された。1971年に、中世南道甲州市の僧、山里古墳群から墓子が出土し、武尊王領として王母が特定された。母子にはと記され、王の聖没年が判明する貴重な資料となっている。古墳は王妃を合奏した、戦出墳で、勘材が日本にしか自生しない。 高山木と判明したことも大きな話題となった。このほか金管の耳飾り、金箔を施した枕、足の背、感触などの金細工製品、中国南朝から白菜した銅鏡、陶磁器など、約3000点、近い華麗内物が出土した。和歌山県墨田八幡神社所蔵の国宝、人物画像鏡の名文に、日比年8月、 二十大王都市男帝王在石橋、神宿企画朝年長寿使い、家ふ忠氏だ Y 人コンスリ二人と鳥白城,城、道二百、秀で作咲この今日、日々の年八月十日、男帝王が石橋家の宮にいます時、各朝が長寿を念じて、川内忠、だ Y 人コンスリの二人らを使わして白城,城、道二百秀でを取ってこの鏡を作るとあり、日々年、男帝王が、 石笹神谷にいたとき、鏡を作らせて男帝王の長寿を祈って鏡を献上した各朝が知られる。これは、無念王のことであるとの見方が強い。宇治谷343ページ宇治谷292ページ。ありがとうございます。